三重広尾市川海老蔵親子で八千代座特別公演、海老蔵さん親子が特別公演千秋楽、勸玄さんが力強い三重披露で拍手。市川海老蔵さん、麗華ちゃん、勸玄くんの親子が出演する。市川海老蔵八千代座特別公演が3月31日千秋楽を迎えました。会場となった八千代座は去年3月にも親子揃って市川ボタン襲名披露公演を行うなど、海老蔵さん親子にとってゆかりのある劇場です。ボタンさんは桜や菜の花が咲き乱れる季節、寺子屋帰りに道草をする町娘を描いた舞踊手習い子を披露。歌舞伎の引き抜きという技術で桃色の着物が一瞬で黄色に変わる場面では観客からは驚きの声が上がりました。ボタンさんが観客の前で引き抜きに挑戦するのは今回の公演が初めてだということです。勸玄くんは舞踊雨の五郎で、春雨の夜に遊女のもとへ向かう曽我五郎を演じました。稽古ではなかなかうまくいかなかったという蛇の目の傘を片手で開く難しい見せ場を成功させ、最後に父親譲りの力強い見栄を披露すると、客席からはひときわ大きな拍手が送られました。海老蔵さんはこの公演で歌舞伎の名作義経千本桜の一部を舞踊劇にした吉野山に出演し、狐が化けた佐藤忠信を演じました。終演後、海老蔵さんはブログに、私が言うのもおかしな話ですが、素晴らしい手習い子でした、本当に素晴らしく感動したと綴りました。素晴らしい手習い子、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。